欧州出身の力士が増える中、この人の人気は特に高かった。ジョージア出身の土地の新さんだ。米俳優ニコラスケージ2の整った顔立ちに加え、一度は幕下に陥落しながら復活。2018年に幕内最高優勝を果たし、大関にまで上り詰めた。昨年5月に引退したが、土地の新さん、今どうしているのか土地の新さんに会ったのは、 JR 両国駅から徒歩7分のカフェ。土地の新ん、まだ曲げ姿だ。2月4日に両国国技館で引退相撲。2月4日に両国国技館で引退相撲を行うので、それまではまだ曲げを言っています。部屋にもたまに顔を出して、若い衆に胸を出したりしていますね。引退してから運動しなくなったので、たまに汗をかくのは自分のためにもいいですよ。 土地の新さん、少し疲れた様子で、まずはこう言った。引退相撲と、その後の2次会の東京会館でのパーティーの準備が、思っていたより大変で。自分が主催のイベントだから、日本全国を飛び回ってチケットを買ってくださいとお願いしたり。毎日バタバタしています。稽古がない分筋肉が落ち、体重は30キロ減。ロイヤルジョージア。 という会社を作って、ジョージアワインの輸入、販売を始めたので、仕事もあります。ただ、たくさんの人に会って引退相撲のチケット購入のお願いと、ワインの PR の両方を一緒にできるのは良いです。バラ、ロイヤルジョージア、では赤2種類、白4種類のワインを扱う。ベッドでの直販のほかホテルやクラブ、人気主販店、イマデヤ、などへおろす。 地業は順調な滑り出しのようだ。ジョージアはワイン発祥の地、土で作られたクベブリというで作ります。クベブリを土の中に埋め、ブドウの実とかは、種を全部入れて、ブドウの力で発酵させる独特の作り方です。地のおじいちゃんが小さなワイナリーを持っていて、自分は子供の頃、よく手伝っていました。じいちゃんはブドウやワインをすごい大切にし、 ワインは生きているんだよ、って言っていました。でも、日本に来たら、ジョージアワインが知られていなくて悔しかった。もっと広めたくて事業を始めました。ジョージアワインは香りと味が独特で、飲んでいるうちに味が変化して柔らかくなるんですよ。もちろん、土地の新産は酒が大好き。酒量は落ちたと言いつつ、ワイン3本は余裕、で酔いもしないとか、 しかし、なぜ親方など指導者として日本相撲協会に残る道を選ばなかったのだろうか。3年やってみようか、という迷いはありました。でも、日本国籍を取るのに時間がかかり、引退までに間に合わなかった。最後は左肩の怪我で引退しましたけど、それまでも何度も怪我を乗り越えてきたから、左肩の怪我も乗り越えて、もっと現役を続けられると思っていました。 でも、体ボロボロでダメでした。最後は相撲を取るのが怖くなり、戦えずに負けるのが悔しく、恥ずかしく、引退を決めました。